でリサーチ動画の方をですね撮っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。まそうですねとまあ、物販で稼ぐんだったらどうしても毎日リサーチしたりとかあのやっぱりその相場っていうの日々生モノなのでチャートみたいに動いていくんですよ。あの下がったり上がったりとかあとは新着商品ですよね。あの新しいジャンルの商品であったりとかあこの商品初めて見たなとかあじゃあこの商品初めて見たから。 試ししに一つ出品してみようとかあのそんな感じの,あの絶対にですねインプットすることを勉強することをリサーチすることによってあの発見っていうのがあるんですよ。もうそれは物販以外でもそうですよね YouTube 動画でも YouTube でもあとはそうですねブログとかアフィリエイトとかもそうなんですけどやっぱりリサーチとか人の商品人のコンテンツ人のまあ思考に触れることによって一つでも えー、発見があればそれって自分にとってメリットプラスになりますしそれってプラスの行動っていうか得じゃないですかそもそもなので誰かの行動を商品思考に触れることによって一つ何かを発見するこれを毎日繰り返せば一つでも、えー、毎日一つ発見すれば月に30個新しい発見ができるんですよ。 そうすると1ヶ月でですねあの30個あ自分の脳であったりとか考え方あとは行動ですね考え方が変われば何が変わるかというと行動が変わるんですよ。行動が変わるとそれが習慣になってそれが最終的に結果を目指すのでだからこそ毎日インプットをして勉強して新しい発見を得てそれが積み重なって考え方行動結果っていうのが変わるっていうことなので。 物販に関しては本当にリサーチであったりとか市場とか、まあ、価格新しい商品こういったものをですね、えー、しっかりと見ていくでアフィリエイトだったらいろんな人のサイトを見たりとかあのアフィリエイト案件を見たりとかあとはどうサイトのデザインとか、まあ、考え方構築あとは狙ってるキーワードあとは文章の構成とかですね であと YouTube だったらいろんな人のチャンネルを見てあ今こういったチャンネルが伸びてるんだとか、まあ、例えばあのチャンネル登録がそうですね300人しかいないけど再生回数が例えば1万回とか3万回5万回いってるってことはそれはやっぱり動画に価値があるから伸びてるわけでじゃその動画をある意味モデリングしてあじゃあ似たような YouTube を作っていこうかなってなればそれってやっぱり伸びると思うんですよ。 動画自体に価値があるからチャンネル登録があるから動画が伸びてるんじゃなくて動動画画自体に価値があるる。からやっぱり動画も伸びそそれはそこにやっぱり価値があるからなんですよ。だからこういったことでやっぱり人のコンテンツとかに触れまくると絶対に新しい気づきっていうのがあるのでそうこれがすごい大事で僕この気づきっていうのをですね一日やっぱり1個でも最低取得してるようにしてるんですよ。 で例えば月に10個ぐらい新しい気づきを取得したとしても10個新しいことをチャレンジしてその中から1個自分にガチッとはまればいいんですよそう,そうすれば、まあ、例えば月間3個でも自分が好きなこと自分ができそうなことが3個ガチッとはまればそれがもう、ね、01から1を生み出して 0×0 は0ですけど 1×1 は 1×2、まあ、は2ですし 1×100 は100になるじゃないですか。 要は無限にそここからあの増やせるるとができるんできんすよそう。だからこそ毎日勉強するとかインプットするとかっていうことをすると何で人が変わるかっていうとやっぱり考え方とかが変わるからなんですよね。考え方が変わったら絶対に行動が変わるので行動が習慣化になるでそれが1年後2年後でもいいですし早ければ本当に数ヶ月で結果が変わるっていうことが大事だと思いますね。 だからこのリサーチ動画とかもやっぱり月に何回かとかちょっと定期的に撮っていこうかなっていう形でやっぱりあのまあ最初から物販系でちょっと YouTube チャンネルを作っちゃったのでやっぱり物販系が一番需、まあ、要があるかなっていうまあマインド系とかもすごい好きなんですけど、まあ、マインドってすごい実はシンプルなんですよやることって結構一緒でなのでそんなに違うことを話すことっていうのはなくて本当にシンプルで さっき言ったように勉強して、で、あの、それをコツコツやるだけなんですよ、本当に。で、新しいことをチャレンジして、失敗して、チャレンジして、失敗して、その繰り返し。で、そこからフィードバックを得て、改善して、みたいな。そんな感じなんですよね。もう本当にシンプルになると。じゃあ、まぁ、ちょっと、月2、3本ぐらい、リサーチ動画とかも、撮っていこうかな、っていう形で。 まあ、例えば、この、アドバンス、まあ、ジャパンでも何でもいいです、ね。まあ、ジャパンでいいですね。まあ、いろいろ見れるんで。で、ソールドでチェック入れて、まあ、4000以上とか。で、ここ、ジャパンですね。で、ここ240。で、そうすると、まあ、これが、 日本ででで売れた金額です、ね、3万円でこれが例えば日本のカメラ屋さんとかで1万円とかで買えたらまあ手数料とか送料とかをまあ計算してでその価格差っていうのはやっぱり利益になるわけなんですよねでこれすごいですねポケモンのゲームゲームボーイが8441円すえー。 すすごいですねあでこれやっぱりあのリール系とかもすごいっすね。でやっぱりいつも言うんですけど、あのー、日本のメルカリっていうのはあそうそうこの前ですねあの船原さんっているじゃないですか YouTube の。なんかその人の動画たまたま見ててあメルカリでまだ消費してんのみたいな動画出てたんですよ。 メルカリで不用品売るぐらいだったらアマゾンアマゾンでね ebay で売りないよみたいなこと言ってていやマジでそれそうだなと思って僕がその話した2ヶ月後ぐらいにその動画が出ててあの船原さんで多分物販界で一番すごい人なんですけどいや本当そりゃそうだよなって思ったんですよその動画を見た時だから本当にあに不用品販売っていう考え方っていうのはすごい悪くて あのその商品ってやっぱり世界に目を向けるとその商品って需要がある人もいるかもしれないじゃないですかめちゃくちゃ欲しいみたいなでも日本だとその商品が平均3,000円で売れてたとしても世界に目を向けた時にあこの商品ってあもう1万円出しても2万円出しても欲しいっていう人がやっぱいるかもしれないんですよそれだったらその確率論ですよね 大きく売れるための確率っていうのをただ海外に出品してあの確率を高くするだけなんでメルカリで消費するのってめちゃくちゃもったいないと思うんですよそれはもう本当に同感っていうかまあ同じことですね本当もう言ってることは一緒でだったら不用品販売のものをじゃあ海外に出しましょうよと、まあ、ただそれだけですよねだ超もったいないと思いますよメルカリとかで安く売っちゃっても でまあ、ベイブレードね、あの僕、何回か言ってたじゃないですかあの、これから多分伸びるみたいな。なんか映画やるらしいんですよ、海外で。で、それが1週間ぐらい前に知って、あ、ベイブレードなんでこんなに高く売れてんだろうなと思ったらあの、海外で映画するみたいなんですよ、ベイブレードの。あだからやっぱり、あれですね、合ってたんだなって思いましたね、その考え方とかしたら。 かなり,りしてま何、ね、すかねこれスプリング・グレート・ゲーシあ僕ねちなみに日本語じゃなくて英語で見るタイプなんですねこれスプリング・レート・ゲーシまあ日本語でもいいんですけどねもちろん全然。 僕結構2013年から ebay 始めたんでその時日本語にあの翻訳機能しかなかったんですよ Google 翻訳しか ebay 自体にデフォルトについたんでて多分1年以内とかそんくらいだと思うんですよね1年か2年とかだから日本語で横を見る習慣っていうのがついてなくてこれすごいですね黒ひげとかあ,あ総理もちゃんと撮ってますね練馬区東京 練馬区の人が黒ひげを約6,000円ぐらいで売ってますね。こういうのもね、もしかしたら、そうですね、実家の、例えば、あの実家の、でも横がめちゃめちゃうるさいんですよね、今日、家の、なんか事務所っていうか、作業部屋の。これはもしかしたらあるかもしれないですよね。 あこれもそうですねガンダムのなんだっけなこのブランド持ってますねアルファなんとかこういうのを試しにあら ph か。 これ多分ね MA1 のやつなんですけど服なんですよ。僕も1個持ってて服。例えばこうガンダムとかじゃないですか。あ、これですよね。5万5千円か。多分これかな。あ、そうですね。日本だと4万8これはちょっと違うか。まあ、5万5千のところが7万円ぐらいで売れていて。 で送料もしっかり。あ、4ソールドしてますね。すごい。送料も1000円取ってますね。すごいですね、これ。4ソールドしてる。で、選べますね、サイズ。これ多分、無在庫ですね。で、考え方としては、この人、画像を引っ張ってきて、あ、無在庫で売ってるんだと思って、メルカリだとこの値段だってなって、確かに、ね、1個売れたら利益は出ると思うんですよ。7万円なんで、こっち。 でも手数料とか考えてもそんなに出ないので1,000円何円か分かんないですけどまああえてこ,のこういう4万5,000円とか2万円とかのやつを買ってまあ確実にそうですね値段は上がると思うんですよその値段っていうかガンダムとこのブランドのメーカーのコラボなんで確実に価値っていうのは増えると思うんですよ。 まあ、ユーザーエイク持っていってもいいかなと思うんですけどただ仕入れがちょっと4万5万とか4万の高いのでちょっとリスクあるかなって感じですよねでこの人の例えばアカウントを見に行ってこうやるとあこういうの狙ってんだみたいなガンダムの MA1 こう人のあ これがさっき言ったリサーチですね。人のアカウント、YouTube だったらチャンネル、ブログだったら、えー、サイト、物販だったら人のアカウントで、例えばソールドとかにチェック入れると、ああ、えー、ガンダム売れてんだとかで、あとはここですね。1日に何個ぐらい売れてるかとか、結構見たりしますね。まあまあまあ、でも、 無在庫ででやってるっててる感じまあ、ね、利益的には多分そんなないですね手数料とか送料とか加味するとうん多分全然ないですね。っていう感じであのどん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 リサーチしていくっていう形ですね。 そうですねゲームボーイのカセットはえー、2万4000円モータルコンバットモータルコンバットこう,こうやってなんかあこれかあこれっすね これ箱付きだと2万4000円一応グッドなんで中古ですねで全然別に書いてないですしでこれが2900円でテクニックとしてはモータルコンバットこ,こういうところでコピーするんですよ で、もいい意味 n 貼り付けちゃうんですよ、これ。で、ここから、またさっきのやつを探して、いくらで売れてるかとか、例えば GP ですよね、ゲームボーイなんで。あ、そうすると41件出ますよね。ねこんな感じで見やすくして、まあまあまあ、ソールド、ソールドチェックいた、まだこれですよね。 これが箱なしでいくらで売れてるかとか調べたいわけじゃないですかこんな感じでその市場っていうのを取りに行くんです見に行くんですよないですね同じデザインのやつああないですねなんであれがあんなに高く売れてるかっていうのはわかんないですねもう一つテクニックとしては いいねいいね読めるんですよコメントとかああ欲しい人が言うってことですねだからもしかしたらちょっとレアリ,レアレアリティが高いあのゲームボーのカセットかもしれないですよね歯ブラシがすごいですねなえっ7万何これ そあっ 100, 100かあ100個セットってことっすかあそっか100個セットの歯ブラシが7万で売れたってことっすかねまあいいや でもこのアミーもしかしたらあの日本のあそうです、ね、例えばブックオフとかゲオ,ゲオじゃないブックオフとかあとは中古ショップですよねあのゲーム買取屋さんとかに売っても例えば1000円とかしかなんないかもしれないじゃないですか日本ででも海外で売ったら1万円とかなるんですよ多分本当に安いと思いますよ日本のあの買取業者ってめちゃくちゃ安いんですよ あれもね完全に足元見てると思うんですよねだからまあ人のあれですよね要は負の感情を取りに行くビジネスって考えたら、えー、家に物があるで物を減らしたいでも、えー、一つ一つヤフーオークションとかに出品するのは面倒くさい。 じゃあ段ボールままとめてて持ってきたら買い取りますよこうやって人のその面倒くさいとかあのやりたくないとか負の感情に負の感情とビジネスっていうのは直結するんですよ。だからそこにやっぱり面倒くさいとかそういったところの需、えー、要ですよね要は。そこに例えば扶養買い取りで段ボールでえっと段ボール家に送るので箱につけて着払いで送ってくださいとか。 送るんですけどさっきのアミモがもしかしたら300円とかになるかもしれないとかあのめちゃくちゃ安く買い取られるかもしれない50円とかもしかしたら,だからそういったあのものを減らすから要はユーザー的には別にものが減ればいいやみたいな感じで考えるとあのそういったビジネスがやっぱ成り立つのでやっぱりそういう日本のところで売ったりとか。 不要品とかを販売するとめちゃくちゃ損するんですよ。だったらその海外に頑張って出品してみたりとか、で海外で頑張って発送してみるとか、あのこういったことをするといいと思いますね。あと経験になるんですよ。海外で物を、えー、出品したことがあります、発送したことがありますっていうと、ほとんどの人ってやったことないですし、それ聞いたときにあすげえと思うと思うんですよ。 これが人によよ。る権威性なんですよ他の人と違う差別化あとはこの人がすごいと思われる権威性じゃあこの人に教えてもらおうかなとかあじゃあ自分も家にある不要品を海外に販売してみたいなとかこれが一つのさっき言ったようにあの人の,その求めてるニーズがビジネスになるそれがここならとかだから現代の稼ぎ方で言うと 自分の知識経験っていうのを誰かに教えてそこでお金を得るこれがまさにここならとかノートとかあのそ,そういったその自分のスキルを販売するここならですみたいな感じになるんですようまいうまいうまいですよねあのマーケットっていうかニーズっていうかそうになるんですよねなので だこのグラスとかだってね6000円で売れたりとかなんかありそうじゃないですかいいになんか引き出物とかなんかあファービーです懐かしいですファービーあドリームキャスト懐かしいですあこれも2万5000円でたまごっちがだ結構ね見てると面白いんですよこうやって で今だとジャパンで検索してるんですけど別に何でもいいですゴジラで検索してもいいしたまごっちで検索してもいいしディズニーで検索してもいいしっていろんなキーワードであの検索できるようになるこれとかもそうじゃないですかこれちょっと前に「あのワンピースエピソードのなんか出ましたよねこれが定価だと200円ぐらいじゃないですかジャンプってこれが6200円で売れるとかもう考えられないと思うんですよ 普通だったらそれがやっぱりあの世界にもそういったものが欲しい人がいるので、まあ、需要と供給がマッチして日本よりも高く売れるっていうことになるわけなんですよねいやあこれ,これすごいっすねウィーコントはなんか普通に安く売ってそうじゃないですか。 なんか芸能とかでああ意外に高いですね多分あ二2800円になりますねこっちでもこれもこういうのも例えば2000円とかもしかしたらそのリサイクルショップとかあとはなんか新品でなんかめっちゃ安く売ってるところがだと町のおもちゃ屋さんおもちゃ屋さんとかにあるかもしれないですし そういうのはやっぱ一つのビジネスになりますよね。あこれとか「ねずこ」。1万6,000ですよ。たっか。これだったら「おしゃべりねずこ」。こういった形であのキーワードを選定する能力がつくんですよ。 キーワードを選定する能力がつくと YouTube とかあとは SNS ですね YouTubeSNS あとはアフィリエイト全部に共通して使える能力なんですよそれってあこれそうですね1万6千円で売れててでこっちは5千円とか4千円5百円とかでこれ多分新品ですよねあ新品飯よこっちが1万6千円みたいな じゃあ、ササミウムさんっていう人が、だってこれね、4,400円って言っても、メールカリって手数料10%ですよね。だから、4,000円になって、で、送料が多分この大きさだと U パ、ユーパケット U パックか U パックとかで、定期以外でもいいか。まあ、定型外でもいいですよね、日本だと。まあ、でも800円の方がかかりますよね、多分。でも、最近日本で送ってんのかかるけど、800円だとしたら、 まあ純利益で2000円とかもしかしたらうんもったいないと思いますねじゃあこっちが eBay で1万、まあ、20%ぐらい手数料とか取られたとしてもあとは送料で、まあ、場所によりますよねアメリカとかまあイギリスとかそのな e パケットとか使えるんだったらいいですけどまあ、EMS と送ったとしてもそんなに高くないと思うんであその 1万60001万7000に関して1万7000も出てるんでそもそもでワンソールドしてますねじゃあこの人の例えばアカウントを見に行くといいですね一つまあテクニックとしては背景見るんですよ背景画像これ背景見ると同じテーブルで撮ってるじゃないですかこれ絶対に有罪子なんですよ でもこういう明らかにあのダウンロードしたやつは無在庫なんですよ。こういうやつ。なので考えられることは、まあ、有在庫と無在庫のまあミックスしたアカウントなんだなぁと思うわけで、まあ、評価も1300あってすごいですね。で、それをすと、ああ禰豆子売れてますね。すごい。 いいじゃないですかこれ確かに海外だとこういうのって2万でも3万円でも出しても欲しい人っていると思うんですよそれまさに需要と供給っすよね本当にああいいっすねあのルアーめちゃめちゃいいっすねルアーめっちゃ売れてますね だからしっかりとこの人も副業で利益が出てるんだなっていうのが伺えますよね。いいですね、これ。禰豆子。あとライバル見に行くんですよ。あ1万2000円と、まあ1万5000円ぐらいだな。市場見に行きますね、あと。またさっき言ったようにこれをですね、このまま貼り付けて。 市場を見に行きますねあいいすねねいいでライバルあんまりいないですね6なんで、まあ、9000出してる人もいますこれ多分安いですねこの人でもこっちはちゃんと送料取ってるしああまあいいんじゃないですかねまあただただまあ市場の大きさを言っても6とかしかないんでこれ例えばこの辺か この辺買ったとしてももまあでもあれですねこれもしかしたらあの定価でいくら買うとかでももう一つのやり方とするとこれを今度 Google ググで調べるんですよでこれを定価でいくらか調べるとあらこっちの方が安いですねあこれ送料つくんかでも例えば メルカリとあのこ,こういったヤフーショッピングとかペイペイモールとか見た時にあのポイントもらえる時ってあるんですよ例えばポイントサイトを経由して買うとかあのポイントが貯まるとかそれ考えた時にあのこういった公式サイトで買った方が得っていうのも全然あると思うんですよこれとかあれですよねあの数多そうなんで無在庫できますよね全然 いやこは別にい僕はもう無細工やらないんですけど、まあ、全然いいんじゃないかなと思いますね、まあ、こんな感じであのいろんな市場を見に行くんですよメルカリで見たりとかそれをそのままそのままですねえっとタイトルをコピーしてあのネットで検索するんですよでそこの市場を見たりとかあこれですねそこの市場を見たりとか で、今度、eBay の方でそのキーワードをそのままあの貼り付けて、そこの市場を見に行くとか。で、今度はその人のアカウントの市場を見に行くとか。そう。でそういったことをですね、こう、どん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 やっていくんですよだ市。市場のチェックってことがすごい大事で。ですね。めちゃめちゃありますね、これ。そう。 だからこういろんなことを柔軟性に考えるようになると他のビジネスにもマジで使えるんですよ YouTube でもブログでも。そう要はリサーチして、まあ、市場をチェックしてライバルをチェックして、まあ、利益率計算してで売れる確率を見に行ったりとかでその人のアカウントとか見た時にあルアーもいいんだなとか。あのー ある無罪庫と有罪庫をミックスしてるんだなとかさっき一番最初言ったようにそこで新しい気づきがあるとじゃあそれを一つ何か自分で取り入れてやってみようかなとするじゃないですかこれが一つのチャレンジになるわけでそのチャレンジっていうのが月に10個20個30個あるとその中から一つでも2つでも自分のまあ、ものになるようなものがまあ、出会えることができたらそれって儲けもになるんですよ。 だからこそ毎日こういった行動であったりとか勉強インプットっていうのがすごい大事ですよっていうことを伝えていますね、はい。でまたですねあの月に23本ぐらいちょっとこういった動画とかも撮っていきたいと思うので、まあ、物販やる方とかだったらあのちょっと参考にしてみてください。じゃあ失礼します。